旅行の達人。旅行の達人の大です。今日はラスベガスの人気カジノスポット10選をご紹介します。世界中にはカジノはたくさんありますが、やはりカジノの本場といえばラスベガスでしょう。アメリカでは類を見ない巨大な不夜城、人気の観光地です。世界各地をテーマにした様々なホテルは想像を絶するほどのビッグでゴージャス。街全体が一大アミューズメントパーク。100万ドルの夜景に一攫千金の夢が叶う、まるで映画のような世界です。旅行の達人。一つ目にご紹介するのはベラージオ。ベラージオホテル&カジノはイタリアのリゾート地にちなんだ名前の高級ホテルです。そしてホテルの代名詞なのが壮大な噴水ショー。このショーを見に多くの観光客が訪れる有名スポットです。有名サーカスシルク・ド・ソレイユのショーも開催。もちろんラスベガス随一のカジノとしても充実。世界最高峰のポーカールームでは著名なポーカープレイヤーが最低ベット額2万ドルという高額プレイを行います。一般人ならスロットやテーブルゲームなどで本格的なカジノが堪能できます。人気映画オーシャンズイレブンの舞台となったことでも有名なホテルですね。二つ目にご紹介するのはフラミンゴラスベガス。カジノの代名詞でもあるラスベガス、様々なタイプのホテル、カジノがひしめいています。その中で揺るぎない地位を誇るホテルがフラミンゴラスベガス。開業当時のラスベガスは軍の関係者や最高者が仕事後にギャンブルを楽しむのが主流でした。フラミンゴラスベガスを設立したベンジャミン・シーゲルは伝説に残るマフィアとして有名な存在です。広大なホテルの中庭には当たり前のようにフラミンゴがいます。ラスベガスストリップという恵まれた立地なのもフラミンゴラスベガスの特徴。ホテルの裏口にはモノレールの駅が直結。ラスベガスコンベンションセンターなどに行くにも便利です。3つ目にご紹介するのはベネチアンリゾートホテルカジノ。ベネチアンラスベガスは高級感あふれる内装と豊富なカジノゲームで有名なカジノホテルです。カジノへのアプローチに大理石が使われ、ゴージャスで重厚な雰囲気に覆われています。世界的に広く知られている建物の外観は様々な建築家やデザイナーからの評価も高いです。施設の内部は東京ディズニーランド。歩いているだけでテンションが上がりますね。施設の全体が美術館のようで見るだけでも価値があります。リッチで豪華な3大プール、様々な料理が揃う40軒のレストラン、美容の最先端キャニオンランチスパクラブなど各スポットもラスベガスでトップクラスです。4つ目にご紹介するのはマンダレイベイ。マンダレイベイは金色に輝くゴージャスな外観が有名なカジノリゾートです。ラスベガス大通り沿いにそびえる数々のカジノホテルの中では特に有名なホテルです。南太平洋がテーマのホテル、ヤシの木などの植物や熱帯魚などで飾られた南国ムードたっぷりの雰囲気であふれています。サメのいる水族館や波のプールも完備され、カジノ以外でも充実しています。上から見た時の形状はへの字型、相当に変則的な設計になっているため世界的にも注目されました。マンダレイベイのカジノはその広さも驚きなのですが、明るすぎない落ち着いた雰囲気が居心地の良さを演出しています。5つ目にご紹介するのはプラネットハリウッドリゾート&カジノ。プラネットハリウッドリゾート&カジノはハリウッド映画をコンセプトにした統合型リゾートです。ホテルの施設内はコンサートを開催するなどエンターテインメントに特化した統合型リゾートとしても有名ですね。利用者の皆さんは比較的若い層が多いというのも特徴の一つでしょう。カジノはもちろんなのですが、特に映画好きもたまらないスポットと言えるでしょう。とてもスタイリッシュな雰囲気の施設で大物アーティストのコンサートも開催されますし、ショッピングも充実しています。ラスベガス大通りとパリドライブがぶつかる地点にあります。6つ目にご紹介するのはパリスラスベガス。パリスラスベガスはエッフェル塔などのパリの街がリアルに再現されたホテルです。カジノフロアはベルサイユ宮殿の装飾を模したもの。
実物の半分の大きさではありますが、エッフェル塔や凱旋門などが忠実に再現されています。館内の石畳や街灯にもこだわり、完全にパリの街並みになっています。ベーカリーやクレープショップ、オープンカフェをイメージしたビュッフェなど、ラスベガスにいながらパリ気分に浸れます。特にフランス料理レストランは味も雰囲気もパリそのもの。エッフェル塔の展望台は絶景が見られる絶好のスポット。周辺のネオンが灯り始める夕暮れは特に幻想的な景色が見られます。7つ目にご紹介するのはウィン・ラスベガス。ラスベガス大通りの南側にそびえるウィン・ラスベガスは夢がテーマの超一流ラグジュアリーリゾートです。館内はエレガントで非現実的な雰囲気に覆われ、セレブ気分が堪能できます。建設費約3300億円もの莫大な費用が投入された大型の統合型リゾート。ラスベガスを変えた男として有名なスティーブン・ウィンの計画によって2006年に誕生したカジノホテルです。数多くのカジノホテルを作り上げた人物ですが、ウィン自身の名を施した初めてのホテルがウィン・ラスベガス。イーストデザイン・イン・ロード沿いにありますので、エレガントな気分に浸りに訪れてみてはいかがでしょうか。8つ目にご紹介するのはアリアリゾート。ラスベガスの中心にある複合商業施設シティハンター内にあるラグジュアリーホテルがアリアリゾートです。敷地内の徒歩移動が厳しいほどのメガリゾート。1万4000平方メートルもあるカジノフロアでは様々なゲームが楽しめ、多くの人々で賑わっています。細部にまでこだわったアートやインテリアも必見ですよ。充実の客室では全室に床から天井までの大きな窓が取り付けられ、ストリップ通りやラスベガスを囲む山々を見渡せます。部屋の照明、温度、テレビなどの全ての操作がリモコン一つで OK。 快適なホテルリゾートを堪能できます。9つ目にご紹介するのはパーク MGM。 人気ホテルだったモンテカルロリゾート&カジノが2018年に全面改装を済ませ、旧称モンテカルロリゾート&カジノから全く新しいパーク MGM ホテルとして生まれ変わりました。ラスベガスにある新しい統合型リゾートとして人気上昇中のカジノホテルです。館内では人気アーティストのレジデントショーが行われるパークシアターが完備されています。ホテルの横にはプロホッケーチームの本拠地を兼ねたキャパ2万人のアリーナもあり、エンターテインメントの中心地となっています。最後にご紹介するのはルクソール。ルクソールは世界で唯一のピラミッド型ホテルとして有名です。古代エジプトをテーマにして、館外にはスフィンクスが存在感を表しています。広大なカジノフロアには様々なマシンやゲームが豊富に揃い、無料のカジノレッスンも行われています。スフィンクスとピラミッドが象徴的なルクソール、エキゾチックな雰囲気のあふれるホテルですが、近年の改装では現代的な要素も加味されています。ピラミッドの内側は大きな空洞、内壁部分が客室となっていまして、そのためエレベーターは39度の角度で昇降するんですよ。ホテル内にはマクドナルドやスターバックスなどが出店するフードコートもあります。いかがでしたか。まだまだ素敵なカジノホテルがラスベガスにはたくさんあります。カジノは基本的なルールやマナーさえ理解すれば誰でも気軽に楽しむことができますので、ぜひ訪れてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。